だんだんこの訳ありの大会がどんどん有名になって、ブレイキングダウン倒して。兄弟メンバーで回春売春のシコシコ風俗をかけそうだー。あ、豪傑さん今これ入ってないですからね。これドス強なんで、ドス強、はい、ヘズバさんの弟子なんですか。そうです。弟子なんですか。はいはい、あ、いいですよ。手こぎやってます。びっくりした。手こぎあるやんか。本当にそう。ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。大好きです。ちょっとお話聞きますか。よかったね。はい。ちょっと。どっか白いところ。上みんな一緒します。あ、ですか。上行きましょうか。ちょっと一回話聞かせてください。よかったね。どっちもさ、フォローしてるから。リング設営中です。よろしくお願いします。いや、僕はこの関東です。あ、本当にすごい力あって、はい、やばいです。ジェイソンです。障害がアバウトすぎてすごいやばいです。本当にあの僕の周りの人って本当に熱い人ばっかりで、はい、でやっともう本当にもうジェイソンの社長には本当に感謝してるんで、本当に今日絶対恩返しするんで見せてください。カメラ目線じゃないですか。何も戻りました。ありがとうございます。ありがとうございます。センサーが社長、社長、社長、今度手が言ってたじゃないですか、7月のまだシークレットなんですけど、これどこ使わないって。あ、使ってください。あ、使う。あのシークレットって言ってもらっていいですか。シークレット慣れてますね。宣伝に買った。慣れてるな。社長、リマイルシークレットのやつで、今回純くんはちょっと花壇に、はい、あ、試合出る。ちょっと P なんですけど、ちょっとこれは僕に使ったかな。ダメです。全然全然使ってない。しかも多分花壇じゃなくて、多分ひな壇。大丈夫、やっぱ僕らが分かってくれてました。大丈夫、ちょっと待ってました。出るんですか、出るんですか。いや、僕はもう出資します。出資だけで。あの、ケンちゃんも。あ、また出るんですか。はい。おー、いいですか、いいです。ちょっと別格だったもんな。何よりは。ちょっと二人いるのか。あ、誰が今日は出るんですか。今日ですか。はい。今日は僕と試合目で。一試合目二試合目で。一試合目。はい。大丈夫。まだ昼ですよ。じゃあ、みんな飲んでる。今日は視聴者一人で。あ、いや、もう僕も楽しいでしょ。何の話やってるんですか。何の話。落ち葉、あ、例の知り合いなんですか。いや、見てて、ちょっと面白かったんで。いや、さっき言ったら、どうなんだろうって。え、どういうとこ面白いですか。なんかリアルか。リアルだし、リアルに嘘ついて、本当に俺も詰め取る感じが感じとか、あともう、なんかこんな人おるんだなって。あー、まあ、社長、娘と兄弟です。あ、僕と一緒の喧嘩が YouTube 大丈夫ですか。大丈夫です。はい。おいくつなんですか。28です。あ、26。犯罪だもんこれで。宣伝マジでます。吉本兄弟メンバーで調べたんですけど、 YouTube ね。はい。あ、マジですか。ぜひ。今YouTube 大丈夫です。YouTube これ配信者。僕アデバイオール涼介と申しまして、アデバイオール涼介っていう名前なんですけど、あ、日本人です。アデバ、はい、アデバイオール。サッカー選手が好きで、好きなサッカー選手の名前なんですけど、アデバイオールっていう。あ、もう単純さだから。原木工学っていうコスプレをしてる、まあ活動家みたいな。なんか俺見たことある。結構多分一度見たことある。鬼滅の刃の大久保公園で、あの回春売春の帽子
それで声をかけて会社辞めようよっていうのをメインで活動してる。あそこ立ちんぼいっぱいいるじゃないですか。そういうのわかんないんですよ。あの一回多分あの帰り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 。どんなチャンネルやってるサッカー。僕はだから YouTube っていうよりも Twitter がメインなんですけど。すごいですね、みんな。あとでもう少しは。あ、かけぞうさん。試合出るんですか？試合出るんですか？すごいですね。あ、試合出るんですか？かけぞうっていうのは？それは結構有名です。少しもかけぞう。いや、一つの人です。あ、マジですか？風俗王面白いです。それは弟子に入ってる。それ弟子やねん。あとで多分、今います？今います。やるっていうか、最終先カメラいいっすか。あ、いいっす、いいっす。シコシコ風俗をかけそうだ。今日は訳あり参戦だぜ。あ、試合も出るんすか。シコシコ風俗で YouTube で。あ、そうっす。マジっす。いや、すちょっとヒカルさん、YouTuber のヒカルさんとはすごいっすね、はい。あ、おかげさまで出させていただいて。あ、マジっすか。設定なんですか。ガチなんですか。あ、ガチっす。ガチの風俗王なんですか。週なんか4回5回食いちゃうから週5なんですよ。今日はでも今日勝ち、はい、そうですね、今日勝ち、楽しみ、絶対に。あ、こんにちは。さっき裸になってましたね。なんでもうちょっと。いや、なんか、あの、正義もあるんですけど。正義？正義もちょっとあります。試合の説明受けてるときなんですか。しかも、試合出るらしいですよ。試合出るんですか。誰の試合出るんですよ。正義ってどういう、全然どういう正義だ。今これ入ってないですからね。これはちょっと、ロス教なんで。あ、モザイク。ロス教なんで。ロス教。自分で YouTube やってるの。はい。まあ、それ。はい。マジで無理。やばい、すいません。おぉ、おじよう。うちよーって感じてるじゃん。ここ並ぶときはいいですか。はい。どういう感じでマネタイズしたらいいですか。あの方が。マネタイズ。マネタイズ、そう、切りました。会場側でもう、開催できないやつだったんで、回収もされるんで、ダメだよ。ここに落ちた。取ってます、取ってます。ガチ切れ。ちなみに、確かに。はい。はい、はい。はい。そう。スケートだし。45リットルのポリ袋を履く。で、私も関係者みたいなのやだよ。あ、ちょっと待って。あー、なるほど。試合もそれであるんですか。試合はユニフォームあるんですか。ユニフォームもないんですよ。えズボンで。わけありっすね、ほんまに。なんでさ、ラクスラあんた。普段はユーチューバーなの。ユーチューブだな、あの、畑小路と言います。畑小路。はい、畑小路です。頑張って、今日じゃあ試合の意気込み。で、あの、歴史に残る試合をするぜ、畑小路だ。はい、めっちゃ強そう。いや、ありがとう。バズってますよ、今一番数字持ってますよ、この会場で。ご紹介お願いしていいですか。あ、結構です。結構です。何年かんねん。あ、こうやってたけど。あ、マジですか。警備員じゃないんですか。いや、違うの。なんか美しい活動。普段はどういった活動されてるんですか。普段はあの社会活動家として、何年かんねん川原社長、マネーの虎の、はい、川原社長としても公益活動、町の美化に努めております。あ、豪傑さん知ってんのこれ。ムキ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 。めちゃくちゃ有名な人で。豪傑さん。あ、抜けた時は誰か見たことない。あ、いいですか。出るんですか。正直言うと、はい、相手が強くてちょっとビビってるんですけど。マジですか。え、一部ですか。二部ですか。二部です。かっこいい。あ、俺らじゃあ一部なんで。まだ、よろしくお願いします。はい。
ましてありがとうございます。大会を迎えることができました。皆さんのね、おかげでございます。よろしくお願いします。迷惑系 YouTuber ヘズマ優は遅刻です。なんか今回ね、ヘズマ君は総合アドバイザーなんですよね。そうなんですよ。遅刻してるんですか。遅刻してる。迷惑ですね。迷惑ですね。皆さん、マミヤリ始まった。拍手お願いします。絶対買ってくださいね。はい、もう本当ちょっと体重が全然違うんですけど、はい、そういうとこ、なんていうんですか、大きいやつに小さいやつが勝つっていうとこ見せるんで、お見といてください。期待します。で、僕の次、その後に兄弟、兄弟の健太が行くんで、見といてください。2連勝、兄貴につないで、はい、僕がバトンを受け取ります。Thank you.
パンツ、せっこいなこいつ。どれがせこいやんけ。ジャッジ、ジャッジ、今度赤。ジュニア、赤。ジャッジ、トカメ赤。ウィナー。勝者、赤と赤、山口ハッピー。ファンだと思われるのも、山口ハッピーです。今回なんか相手が僕より大きいぐらい多かったんですけど、まあ小さいやつが大きいやつに勝つっていうのはどうでした？ええね。全然話も聞かないし。よろしくお願いします。あ、塗り替え社長ありがとうございました。ありがとうございます。みんなありがとうございます。素晴らしいです。おめでとう。ありがとうございます。ちょっと足痛めたんで。足痛めた。ちょっと早いですね。63日の経営再発。すごいですね。ゆっくり休んでください。ありがとうございました。社長、社長ありがとうございました。本当に休みありがとうございました。ありがとうございます。わけあり第2試合を開始いたします。理由じゃないけど負けたら青コーナー加藤大成入場。ごめんね。OK, OK, OK. 3年ぐらいの2回目ですね。もう、顔はもうね、まあ、
社長通して、あ、通して、あの、通して、あの、本当に皆さん応援してください。よろしくお願いします。お願いします。はい、おめでとう。ありがとうございます。すごいですね、やっぱり本当にあの練習されてて、もう体もムキムキで、もう本当蹴りもすごいし勢いもあって、だんだんこの訳ありの大会がもう本当にあのどんどん有名になって、ブレイキングダウン倒してくれたらいいんじゃないかと思ってるので、皆様あのこれからも訳ありをよろしくお願いします。キムケンチャンネル、キムケンチューブです。ヘズマさんの弟子なんですか？そうです。弟子なんですか？はい。
カダー試合スタートでございます。席は落ちるのか。ラウンド1いけ、ぶん回せぶん回せ。一発ですね、綺麗なハイキック決まりました。勝者、赤コーナー、岩本修二選手です。おめでとうございます。グローブ取って、グローブ取って。なんか言いたいことあるだろ、会場のみんな。コンプライアント、死ね、コンプライアント、死ね。マジで死ねって残ってね。ダメだよ、ダメだよ、肌いじるなよ、そんなに、みんな会場で。肌いけ、勝者、岩本修二選手に大きな拍手を。いやー、面白いですね。